空港はオーストリアのチロル州の州都インスブルックにある国際空港。インスブルックの旧市街から西に約5キロメートル離れたイン川沿いのクラーネビッテン地区にある。チロル州及び西オーストリアで最も大きな国際空港であり、オーストリア航空の準ハブ空港でもある。空港コードはイン・ローイ。 5社の航空会社がこの空港をハブ空港もしくは商店都市としている。インスブルック市街地に隣接しており、インスブルック市交通局の路線バス F にて、インスブルック市の旧市街をはじめとする中心部と結ばれている。このバスを利用した場合、市内中心部にあるインスブルック中央駅までの所要時間は約20分。また空港出口にはタクシーターミナルがあり、 タクシーを利用すれば、インスブルックの旧市街に10分以内で到着する。2009年には、ヨーロッパの21都市をインスブルックと結び、95万7000人の年間利用者数を記録したチロル州のみならず、西オーストリア最大級の国際空港である。オーストリア航空や2機航空などオーストリアの航空会社によって、ウィーンェは毎日8から10便が、グラーツへは、 毎日3から5便が運航されているほか、オーストリアのみならず各国の航空会社によって、ロンドンやフランクフルト等各国の国際空港へ多くの便が運航されている。また、夏と冬の観光ハイシーズンにはヨーロッパのみならず、中東や北アフリカからのチャーター便も数多く発着しており、チロル州全体の観光産業の活性化に重要な役割を担っている。冷戦期は、 小さな空港であったが、現在はアルプスの中央に位置し、ヨーロッパの様々な都市を結ぶハブ空港として大きく成長している。日本からはウィーン、フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、モスクワ、コッペンハーゲンを経由して入ることができる。ありがとうございます。